Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission pensée-pied pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, Matsuno Ayaka, qui est cookie artiste, nous emmène dans son restaurant préféré dans le quartier coréen de Shinokubo, puis on ira faire des cookies. Hi, konnichiwa. Konnichiwa. Okashi artiste no Matsuno Ayaka desu. 今日は東京の新大久保という韓国の街を紹介していきたいと思います。では、行きましょう。新大久保は、東京の新宿の近くにある町でコリアンタウンで、K-POP ミュージックのグッズやあとコスメや韓国の食べ物屋さんがたくさんある町です。私は K-POP ミュージックがとても好きで、同じ趣味の友達とご飯を食べによくここに遊びに来ます。K-POP ミュージック好きなファンは女の子の方が圧倒的に多いので、高校生とか大学生がすごいたくさんいます。今日紹介したいお店のプングムに到着しました。ここはサムギョプサルという韓国の焼肉を楽しめるお店です。焼肉の他にもたくさん料理があるので行ってみましょう。じゃあメニューを選びたいと思います。じゃあやっぱりサムギョプサルとヤンニョムチキンという韓国の甘辛い味付けのされてるチキンを頼みたいと思います。サムギョプサルは油が流れるように鉄板が斜めになってます。全部豚肉です。じゃあ早速焼きます。はい、で焼けたお肉をサンチューっていう野菜にこういうキムチとか前菜と一緒に巻いて食べる焼肉です。いただきます。すごい量が多いのでたくさん食べれるし、なんか友達とワイワイしながら食べれるのでとても好きです。液晶を見ながら自分の推しのグループっていうのがあるんですけど、こう好きなグループの子たちが出たら一緒に歌ったりとか話したりとか、そういうのがすごく楽しいので、 K-POP 好きな友達同士でこういう新大久保のお店によく来てご飯を食べます。日本に来た際にはぜひ韓国料理をも食べていってください。じゃあとても美味しい韓国料理を食べてすごい幸せになったところで、先ほども言ったんですが、お菓子アーティストというのをやっておりますので、自分がどういうことをやっているかをご紹介したいと思います。今日はせっかくなので番組のオープニングアニメーションのキャラクターをアイシングで作りたいと思います。これを焼きたいと思います。じゃあアイシングを作っていくんですけど、アイシングは、粉砂糖と卵白を混ぜ合わせたものでできています。でそれに
食紅で着色をしていろんな色を作って、で絵を描いていくので、その元となる白いアイシングをまず作っていきたいと思います。混ぜ合わせていきます。馴染ませたところにさっき作った白のアイシングを入れていきます。じゃあ完成したアイシングはコルネに入れて、これを絞ってクッキーに絵を描いていきます。まず輪郭のラインから描いていきます。次にボディの色を塗っていきます。線からはみ出ないように流し込んでいきます。これで土台のカラーは完成です。うさぎの仕上げを描いていきます。これでうさぎの完成です。さっきの直接クッキーに描いたんですが、複雑なイラストの時はこういうイラストをシートの下に敷いて、それをトレースしたものをあらかじめアイシングで作っておいて、その上に貼ります。アイシングクッキーを始めたきっかけは、友達に声をかけていただいたんですが、作家さんたちが集まるイベントというか、オープニングでちょっと面白い食べ物とかを出したいと言われて、でアイシングクッキーだったらいろんな絵が描けて可能かなと思って、そこから始めたのがきっかけです。いただいた依頼でパーティー のクッキーを作ったりとか、なんかノベルティとして配る用のクッキーを作ったり、あとは知人からいただいた誕生日ケーキの依頼とかをやっていて、クッキーの他にケーキ、あとカップケーキとかそういうものを作ったりもしています。結構面白いビジュアルのものがすごい好きで、クッキーとか食べ物でそういうのを表現するっていうのがあまりないし、結構作っていてとても出来上がった時に楽しくて可愛いので、そういうのが好きでずっと作っています。インスタグラムに日々作った作品を載せてますし、あとタンブラーを一応綺麗な写真が見れるようになってますので、もしよかったらあやかまつので検索してください。外国の方に教えたい日本語は美味しいです。美味しいご飯を食べた時などにリアクションとして美味しいと言ってください。あと美味しいと同じ意味でもうちょっと日本人っぽいのがうまいっていう言い方もあるので、うまいと美味しいをぜひ日本に来た時に使ってみてください。今日はお疲れ様でした。もし日本に来ることがあれば、日本ですけど今日本の若い子たちに人気のあるコリアンタウンへ行ったり、あとはもし興味があったらタンブラーまたはフェイスブックで、松野彩香を検索してください。ではバイバイ。